あ、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ええー、としおちゃん、どんなサイト閲覧してるの。ニュース系サイト、なんか最近閲覧してますね。<laughs> あえー、で、まあ、初っ端からアンケートなんですけども。どれ行きましょうかね。あの、四択で答えてください。えー、ショートケーキ1。一、二、チョコレートケーキ。三、フルーツタルト。四、クーナ。 ですね、はいえー、アンケートの結果によってどうしようかな、はい、アンケートでケーキが見えないということで <laughs>、まあ、まあまあまあタイミングが素晴らしすぎたということで <laughs> では結果出してください <laughs> 結果はいおはいはいはいクーだという結果が出ましたがと <laughs> さてと。 アンケートとは関係なくアンケートとは関係なくはい皆さんのアンケートの結果を、えー、受け止めさせていただきましたが、まあ、それはそれということでとがあってもいいとなんかもう今コメント欄を見るのが怖くて。 <laughs> よいしょ,よいしょこれねテレビ局だったらねなんか火災とかが怖くてできないんですよねよいしょタバコとか吸わないか本当に俺ライター使い慣れないんだよなおえでは皆さんご一緒に。 えー、ハッピーバースデートゥーミーハッピーバースデートゥーミーハッピーバースデーディアー岡田敏夫ハッピーバースデートゥーミー,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 ミーひとりぼっちの54歳の誕生日おめでとう岡田敏夫です。1 <laughs> 個消えちゃった <laughs>、えー。ということでですね、2個生ゼミでございます。<laughs> ありがとうございます。パチ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 ,パチ,パチ,パチ。どん引きかと思った。これもねあの 実は昨日ですね、公開誕生会っていうのを、ね、吉祥寺のいろんなカフェのオープンカフェでやってましてでやるよって予告したらですねいろんな人が来てくれてでこれもあのその時に頂い,いたものなんですけどもまあ,あのかける機会がなかったので今日はかけてみました。はい、でこのケーキはなんかね「東京洋菓子クラブ」っていうですね あのー、ドワンゴの近くにあるケーキ屋さんうですそこから助田さんがですね買って持ってきてくれました <laughs>、えー、このろうそくのぶっとさといなんとい,いですね <laughs> もう本当に男にケーキ買わせりゃダメですよね <laughs> <laughs> どうもこんばんは、えー、毎月1回のお楽しみ岡田敏夫ゼミニコ生なんですね7月号です。 えー、今日はです、ね、あの8時からです、ね、9時半まで,です、ねえー、皆さんと一緒にいろんなものを考えていこうということであります。ちょっっと待ってねで。はいはいはい良い。い良感じに戻っていてる。そんなこといいかしない女の子のアシスタントやあとそうなんですよね女の子の、ね、アシスタントが、ね、いたら例えばこの今ここにコメントこれ今日は来てる質問の数々なんですけども見えますか こういうのもね、こう読んでもらえるわけなんですよね。でもなんかそういうのがいないもんでですね。えー、今日は我が社のですね、あの女子も全員出払っておりましてですね。<laughs> えー、もう大変男臭いスタジオになっております。<laughs> はいあ。見えないかな？アップできますか？こいつ。ちょっとアップしてみてください。これも後でですね。えー、っと、まあこうおちょっと暗いかな。無茶だよね。この一番左上のファグラ発売中止についてとか。 な,なんでそんなことなんかこうメインブラック見ましたかとかですねどういうふうに考えればいいのかな,なかなか難しいものなんですけど後でこれをこうパッパッパッと引っ張ってきて答えることになるんでありましょうはい、えー、さまざまだなそうさまざまですね「はいえー、アメイジング・スパイダーマン」見てないですね「アメイジング・スパイダーマン」ああ あれなななななんんか、か見ないいじゃないのかなあ、うん、まあまあいいやはいえー、っとですねで今日はですねあの割と政治ネタとかを多いめにやってくれというですね安田さんからのリクエストがありましてですね「どんな話からやってみようかなメガネのアシスタント体調大丈夫あ体調はなんとか治りました」えー「おいらが投稿したものが載っていたよかったね小沢政治ネタ多めのゼミ」「んで?」 なんで政治ネタかっていうとです、ね、多分そのかあのこのゼミのやり方っていうのは僕が語りたいものっていうのもあるんですけどその僕の語りたいものってやってると今自分がハマってるものだけになっちゃうんですよ。で今今、自分がっっててるるるもでで語語と、と僕は今ターンガンダムだけを語ることになってしまうんですねで。それで1時間ぐらい終わっちゃうので <laughs> そうじゃなくて世間のみんなが今何を考えてるのかっていうのをですねじゃあ一緒に考えてみましょうとかですねそういう思考の補助線っていうのを「いいんじゃないのそれでえ 単 a でいいの？<laughs> それでもいいのか？消費税、消費税、消費税、消費税3回連続ですか？消費税、消費税の何がき聞きたいと聞きたいとか考えようかっていう話だよね。消費税上がっちゃうんですよね。まあ、上がるとは思ってたんですけども。多分最終的に25。25%ぐらいまで行くんでしょ？どうせ？ 二二十パーセントこれで十五パーセントぐらいまでい,いかないと今の日本の国債の赤字から考えてどうにもならなくいやーやめてーっていやだってそれ以外に方法ないじゃんあの今ねなんだろうなあの六十歳以上の人たちの所得が八百億円ぐらいとかっていうふうに言われてるんだけどもあ八百兆円ぐらいか。 言われてるるんだけども、そのの人らが、まあ、多分この30年以内に死ぬとするよ、ね、で、えー、もう相続税100%かけちゃったとしたらそしたら800兆円ぐらいは国の金庫に入るんだけどもこれから30年でまた赤字もうちょっとぐらい増えるだろうから1,000兆円超えて2,000兆円ぐらいになるんじゃないのかなともう俺はくるるびつるしかなくなるう消費税20%から25%ぐらいにいっちゃうと確かにね 職のない僕ら貴族になりたいので雇用貢献しないいや食がないんだうん、そうだな維新か相続うんああそうですねあの何、ー、だっけ大阪維新の会の公約の一つに、あのー、相続税100%というのがあってあれ面白かったよね、うん、なのでそ,そこを話してくれと言われてもみんなもうこれ考えようがないと思うよあの消費税に関しては <laughs> 正直あのー、なんだろうな うーんなるようにしかならん相続税増やしても海外に逃げそういやないんじゃない <laughs> あのね、相続税増やして海外に逃げるって言うんだったらまあそういう人もいるだろうけども大半の国民はそうしないと思うよっていうのは今あの相続税というかね遺産がっぽり持ってんで死んじゃいそうな人たちっていうのは身寄りがない人かもしくは あのお金残したい人が誰もいない人っていうのが結構多いって僕は聞いてるんだわ。なので相続税100%になってもだからといって今から住み慣れたところを離れて日本以外の国に行ってそこで何かやってっていうふうにあんまならないんじゃないのかな。あのぶっちゃけ半分以上は日本に残ってしまうと思うから有効は有効だと思うんだけどねだから相続税100%にすると富裕、えー、階級は日本を離れてしまって余計日本は 困るぞって言ってんのはただ単に相続税を増やされたら困る人が言ってんじゃないとかそういうなんか防衛線じゃないかなというふうに僕は見てるけどね案外この日本に住んでる人間っていうのは動かないと僕は思う。で動く人はただ単に、えー、と会社の、あのー、所得税が高いとか個人の所得税が高いというのでもうすでに動き始めてるからさ。で うんそれそういうふうな人たちはもうねほっといても外へ出,ちゃ出ていっちゃうだろうから相続税を上げる実質100%にするというのはそこそこ僕は有効なな。手段だと思うな僕自身は相続税100%されても全然嫌じゃないけどねあの自分の娘とか子供に遺産残そうとかかけらも考えないし僕も遺産なかったしそれが健全な姿だと思うんだけどねあのよく、えー、自分が住んでいた家とかを 子供に残せないなぜだって言うんだけどもなぜだもくそもそんなの方がおかしいだろうって <laughs> 思っちゃうし、あのー、なんだろうな自分の住んでる家がそんなに欲しいんだったらその子供が頑張って働いて親から買い取りゃいいじゃんとかというふうに考えるんだけども多分この俺の考え方はかなり日本でもマイナーな方だと思うんだよね。あのー、財産がなな。いいかから、そういううふに考えるの 来週さ著作権とかあと電子出版についての会議に出なきゃいけなくてねでそこであのなんだろうな電子出版時代に出版社はどうなるのかとかそういうシンポジウムもあるんだけどさそこでも多分よくある話でその印,税印税というかね著作権を持ってる人作家の人たちがなんで、ね、作者の死後20年とか30年しか保護されないんだと。 でえー、若い子売れなかった作家がようやっと年取ってから売れてで、えー、自分のなんだろうな書いたものの著作権というのを子孫に残したいと思っているのにそれが、えー、20年30年経った時に子供たちからいきなり奪われてしまうのはどうかって思うんだけども俺どう考えてもさ著作権みたいなぶっちゃけ俺も著作者だけど不労所得がだな子孫になんか、ね、伝わっていくということがあんまりろくなことないと思っちゃうんだよね。あの 前、ね、あのムーミンのサ者で東米ヤンソンという人がいて東米ヤンソンはヤンソン家が半権管理しててでずっと、あのー、資産守ってんだよ。でそれによって東米ヤンソンのムーミンのダメ商品が出るのを防ぐっていうふうに言われてるんだつまりダメな商品っていうのをほっといたらなんかこう変な商品いっぱい出ちゃうんだけどもそういうふうなものを防ぐっていうふうにいわれてんだけどもなんかね それって自己満足なんじゃないのって思うんだけど何がダメ商品で何がダメ商品でないのかなんて言い出したらさ今出てるムーミン商品っていうのも僕は別にそんなにいいと思わないんだよね大半がいわゆる東米ヤンソンの東米が描いた方じゃなくてラルクヤンソンって弟が描いた方のイラストをベースにしてるからあんまいい商品だなじゃないなと思うからその遺族によるね権利っていうのもあんま好きじゃない。 以前にあのグリコで食で食玩ごめんなもう今コメントとか見,見てるは見てるんだけども <laughs> 以前にグリコから出した「タイムスリップグリコ」ってシリーズで岡本太郎さんの「太陽の塔」を出したんだけどさ「太陽の塔」のフィギュア出す時もやっぱその岡本太郎の遺族とかもうほとんど甥っ子とかなんかねもう親戚の関係者の人らにペコペコ頭下げるわけだよね。でビジネスなんだから。 ややるかからないかの話だしで、それを海洋堂がフィギュア出すときになんでその岡本太郎の権利を持っている子孫の人らがそのフィギュアの形が正しいか正しくないか監修する権利があるのか俺全く分かんないんだよね。で、まあ、海洋堂はそういうふうなことに慣れてるんだよ。昔からノーチラス号をやりたいとかなんかディズニーのこれフィギュアやりたいっていう時にディズニーの方に行ったらそうしたらアメリカの本国に尋ねたら本社に訪ねたらダメだというふうに言われてきて。 で海洋堂怒っっててさ、「何言ってんだ?」と。ウォルト・ディズニーが生きているんだったらもしくはフライシャー映画監督の「回転二万丸」の監督のフライシャー監督が生きていてダメだって言うんだったら俺らだっていくらでも修正するけども。 何そのアメリカの適当な大学で出たディズニー社に入っただけの権利部のやつが自分の権利部としての維新というのを守るために OK 出したり NG 出したりって「何の権利なの!」っていうの言ってて俺もううんうんって思ったからまあ、俺の意見かな多分著作権業界ではもうど左翼になると思うんだよね左翼 <laughs> も左翼ど左翼になると思うからあんまりなんかみんな割り引いて聞いてほしいんだけどそんなことを考えてるわけ。でそういういうに考えるから。 そのあの相続税とかも別に高くていいんじゃないのかというふうに考えちゃう。で、消費税に考えては関しては、僕はこれは20%か25%だろうなっていうのは、もう落としどころ多分消費税しかないから仕方がないと思ってるし、で消費税そんなに取られたらみんな多分バカらしくて、お金で物を買わなくなっちゃうだけだと思うんだよね。地下経済化っていうのかなあの、評価経済って言っても何と言ってもいいんだけども、ただ単にみんなが、 日本の円っていう通貨を使わずにものを動かしたりするようになるどんな方法かは多分これからいろんな人頭のいいやつから頭の悪いやつからずるいやつからいろんなやつらが一斉にこれ実際になんだろうなあの経済というよりは物々交換に近いようにという形を考えちゃうと思うんだよね。でそそれれをネットが無限に広めてしまままう。そうななったら、ら、相続税取れないからますます日本の、 なんだろうな国家経済は頻繁化していくと。だからどうなるのかそのどうなるのか自体に興味はあるんだけども消費税が何パーセントになるのか自体に実は僕そんなに興味ないんだけどねみんなもこっから先消費税がどんどん上がっていくっていうとんでもない面白い時代だから <laughs> なんかそっちの方が俺は楽しいと思うんだけどね。お金ののしなない社会どうなるのお金の その社会がどうなるのかっていう像は俺多分ねそのうちの一部は見えるんだけどもなんかその多様性は恐ろしいよ。エンゲル系数的に貧乏はつらい。確かになあのー、あどうかな物持ってるやつの価値物持ってるやつはさ物持ってるやつでその物しか持ってないわけじゃんだからそれが流れない限りいいことってないわけだよね経済みたいなもんで。 でこれまでだったらそれを物を一回お金にしてっていう形やってたんだけどもそれでなくなっちゃうそれ以外の方法をみんな考えるようになるから面白くなると思ってるんだけどねどうせ代わりの通貨にも税金かかるよ。いやーだって税金かかるのって国家だろ国家とか政府の対応の遅さってみんな知ってるじゃん。で代わりのの手段を考える時の えー、民間のずるさや素早さというのはみんな知ってるじゃん <laughs> これで、ね、国家追いつけないって絶対にか勝ち目ない勝ち目ないだって俺がさ何だろうなあの岡田園っていうの発行してもうほに極端な話だけどもで岡田一円は日本一円と同じ値打ちだというふうに勝手に発行しちゃったらそしたらそれに関して課税とかできると思うよ 通貨丸出しなことをやったら課税できると思うんだけども僕が昨日やったみたいに「いや誕生日なんですよ何かくれる人持ってきてください」って言って持ってきてもらってで来た人は全員自分のフェイスブックのアドレスで後でコメント欄に残してくれて僕はそのコメントを見といてでその人らに対してなんか自分の本が出た時にお礼で何か送ってみたいなことをやりだしてしまったらそれってある種の物々交換というかその何かもらったものに関して自分の方から何か返すってことだけだよね。 でこれってもう絶対に税金かけられないんだよかけられないというかそれは仕組み的にかけることができるかもしれないよでもそんなものかけられた瞬間にまた俺違う方法を考えるだけだもんそんなことを何だろうな個人がどんどんやりだしたらどういうふうになるのかでこれはじゃあ俺が岡田とし緒っ有名人だからそんなことできるのかって言ったらそうじゃなくて「いや俺お米持ってんですよね」でお腹空いてる人 だいたい吉祥寺のなんか井の頭公園の前のスタバにいますって言ってさあ座ってると次に「じゃすいませんあのもうフェイスブック見たんですけどお米ください」っていうふうに言われた時に「じゃあ君フェイスブックのアドレス持ってるの見せて」って言って見せてもらったらそいつはもうただ確かにフェイスブックをもう5年以上やっててそれなりのもう仲間っていうのがいて評価があると「じゃあこいつ安全だろう」と思って「じゃあ米あげるよと」と交換とか言わないんだよ。 あげるよって言ってだいたいこの米だったら何円分ぐらいの値打ちだよねっていうのをお互いに確認していったらそしたらそいつは多分何か返してくると。で何か返さなかったやつは多分、そのなんだろう米をあげた人からのネガティブ評価みたいなものがついてしまって他の人からも何ももらえなくなってしまうと。でこんなこ こんなね悠長なことって、ネットがある前だったら無理なんだけども、ネットがあったら、これもリアルタイムで成立しちゃうわけだよねで。こんなものに税金とかかけれない。だから、なんか消費税の問題っていうのは、僕は割と深刻かもしれないんだけども、あれってさうーん、なんか政治家の人らとかマスコミの人らが騒ぎたいから騒いでるだけであって、消費税が上がるのはもうしょうがないし。 で上ががるるからとといいって、て国の財政が良くなななんてことは全然ないんだよね。だから騒ぎだけ起こすなんかなか難儀なもんだろうっていうふうに思ってるなネットならビット単位で課金することもできるできるとするとは別だよね <laughs> そのするの速度が遅すぎるんだよなマスコミ崩壊まだマスコミ崩壊ちょっと待てよどんどん話が流れていってしまうな <laughs> しょうがなくないぞ上がるのは問題だから 上がるのは問題って言ってもさ。その大前提の、えー、国の赤字っていうのながどういうふうにするのかっていうのがあるんだろう。で、国の赤字っていうのは国っていうのはさ俺らが何だろうな。選んだ。政治家が運営してるんだから、俺らの赤字じゃない。国の赤字って言ってんだけど、それは日本国民国家なんだからさ。日本国民全員が1000兆円ぐらいの赤字持ってんだろうで、それに関しての支払い方なんだから、それは消費税上げるぐらいしか多分ないよ。うん。相続で100%にしても多分なかなか。それで取り返せないからな。 というふうに俺は思ってるんだけど、だからそこでんん。あんま揉めても益はない。消費税取るんだったら取るで。なんとか税あの所得税を上げる。だったら上げるとそれは仕方がないんだけども、どうするかでしょ。だからなんかね。多分原発問題と考え方似てると思うんだよね。俺、個々の原発で今反対とか。今再稼働どうかっていうよりは、これからあの原発業界にどんな人材を送り込むのかっていう方がポイントだと思うのと同じようになんか増税。 とか減税なんか無理に決まってんのか,からさ増税するんだったら増税するでどんな増税するかっていうのもあるんだけどもそういうのをデザインするやつらに僕らがどういうふうな人材を送り込むのかと込みの考え方なのでな黒字にする必要があるのいやないないあの国民の数これから30年から50年ぐらいで8,000万人から6,000万人ぐらいに減るじゃない。で この国の今の体制っていうのは1億人から1億2,000万人ぐらいが、えー、十分な福祉を受けて十分な福祉っていうのに関してツッコミなしな今 <laughs> 十分な福祉を受けて暮らすのに必要な国家予算とサイズなんだよそれが縮小しつつあるから国の予算が赤字になってんだよな、まあ、大きい流れでいうとそうなんだで、えー、これを縮小することはできないあの国家予算を縮小するこことは、これまでの。 50年間の流れから見て日本の政府って一回もできたことないんだよ予算の縮小っていうのは。ということはこいつらは今までにダイエットに関して一回も成功したことはないやつだというふうに思っとけばいいよ自分の努力でダイエットが成功したことがないようなやつらだと思っときゃいいと。で、えー、だから増税しか考えないつまりもう食うことしか考えてないわけだよな自分たちの体形を維持するんやとかもうなんかこう絶対に夜ご飯が食べたいんですおやつが食べたいんですって言ってお金取ることばっかり考えてる。なので 何でしょうね。俺たちは多分ゆっくりと税金を払わなくなりつつあるよなものを買わないっていう消極的な手段であれなんだろうあの部屋をシェアするとかさものをシェアするみたいな形でどん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 消費をしなくなってきてるから多分どんなに増税されても僕らの消費しないお金を使わないライフスタイルの進行速度の方が早まっちゃうからいずれその国家というのは破産はしないだろうけども壊滅的なダイエットを <laughs> することになると思ってるんだけどね。 政治家の給料は異常。いやいや政治家のね給料が異常じゃないんだあれはあいつらあれぐらい高くていいよ政治家の人数が異常なんだよ。あんなにいらないってあのなんだろうないてもろくなことないじゃんいやあとで話し,しようなこの辺は。<laughs> <laughs> 俺は、ね、あの政治家はね何、あのー、だろうな持っている責任範囲とかから考えて別に、ねあのー、年収1億でもいいと思うよその意味ではサッカー選手とか野球選手の方が政治家より給料高い方が絶対に異常だよそんなそんなのなんか非文明国のなんか象徴だと思うんだけどね。えー、というわけでですねさて政治続きでなんかね一番最初からですね結構ね ここにちょっと出てないんだけどもエスダさんからもらったお題があるんだよでエスダさんがねメールもらったんだってえー、とね「自民党民主党やらもうどうでもいいです」と「一体何を信じればいいんですか?」っていうのをもらったんだってでえー、面白いよね「<laughs> 自民党やら民主党やらもうどうでもいいです」ってこの心の叫びはめちゃよくわかる <laughs> で一体何を信じればいいのかじゃあなんだろうな どこを信じればいいのか。比較的だね。どこを信じればいいのかっていうやつで、よくあの、どこも信じれないっていうのもあるじゃん。そういうの抜きで、一回ね、うん、どこだったら信じれるか、どこだったら頼れるかっていうのを調査してみよう、調査してみようかなと思うんだ。で、アンケートを取ろうと思います。で、今回からアンケートシステムがね、なんかね、9択ができるようになったんだ。<laughs> この前で3択、4択だったんだけど、9種類選べるようになったから9種類考えてみて、ちょっと出してみてください。まだ投票しないでね。はい。 1,、えー、1自民党2民主党3公明党4日本共産党5みんなの党6まあ橋本新党というのがあるとしたら橋本新党7小沢新党8石原新党9その他どこも嫌だいやいや <laughs> これが国民国家の難しいところで、ね、どっかに入れるしかないんでどこも嫌だという人は立候補するしかないよね。<laughs> <laughs> えー、もうね、社民党とかどうでもいいからその他に入れたよ。で、あとその他に政党ってあるのまあ、ないよね、その他って、えー。立ち上がれとかね、まあ、そういうのはその他。で、多分あの、明らかに <laughs>、えー、明らかじゃないな、言ってることがちょっとぐらい違いそうなのがこの9種類ね、まだ投票しなくていいよ。えー、と今、一回投票結果、リセットできますかじゃあ今ねリセットしたから えー、今から一つずつ説明してみるねでも俺政治に関しては多分みんなの方が詳しい俺が説明するから、えー、よく考えて聞いてくれ、えー、まず1、えー、つ目自民党自民党というのは割と大きい政府だと思えばいいと思うよあのがっぽり税金は取るけどもその分国民の皆さんにまあ国民の皆さんにって言ったらなんだけども えうるさいい順からちゃんと、えー、お金を払います。もしくは選挙にちゃんと来てくれる人から順にお金を払いますっていう、えー、そうだよね予算はかかるけどもサービスがいっぱいあるっていうようなまあ大型、えー、スポーツクラブみたいなもんだと思っておいてください。<laughs> で民主党というのは何か民主党っていうのはそれに比べて小さい政府を比較的だけどね小さい政府を目指してるとなので、えー、国民の皆さん頑張って働いてください。 頑張らない人に関ししては、正直、ああんん。ままりりケアしたくありませんその代わり政府の規模は比較的小さくすみます自民党みたいにがっぽり金を取ってで、えー、いっぱい福祉予算ばらまきみたいなことはやらないしできませんけどっていうのが民主党これも比較的なでうんちょっと違うちょっと違うちょっとぐらいいいじゃんこの9種類を説明するためにこれ以上やったらこの番組何分かかると思ってるんだよ <laughs> お前、1回これをニコ生で自分でやってみろよ、90人だ、生徒、かなり難しいんだからな、<laughs> 俺はそれより今、次の公明党をどう説明するのかで、ね、<laughs> 人生最大の今、パニックにきてんだけどさ、<laughs> えー、公明党、公明党はね、あるときは自民党のようであり、あるときは民主党のようでありっていう政党だよ。<laughs> ひどい。<laughs> 何かもっとはっきり悪口言った方がいいかもかんないような <laughs> まあまあまあはいパス。はい、<laughs> はい、次共産党、えー、共産党は戦争に反対した唯一の正しい政党ですっていうのが売り文句の、えー、共産党だ、えー、政権を任したらどうなるのか全くわからないけれどもまあ何かにアンチで投票したかったら共産党しか選択肢がないんじゃないのっていうのは 俺あの30年前に宮崎駿に説教されたよあの,宮崎駿の,あのまだ二馬力が、えーとね、阿佐ヶ谷に阿佐ヶ谷じゃない西荻にあった時のちっちゃいマンションで本当に5 0ンチぐらいの距離で「お前みたいなやつはなどうせ自民党に入れるんだろう。共産党に入れろ」って言われて「<laughs> すげえ宮崎駿かっこいい」<laughs> <laughs> まあ、それが共産党。つまり若い人間で世間に反対したかったらシのゴの言わずに共産党に入れといたら一番自民党民主党もビビるんだぞというあのねみんなビビらせたいんだったら共産党が一番いいと思うよだからといって共産党が調子に乗った時の怖さ俺ら経験したことがないからさ <laughs> 次みんなの党みんなの党はねあのさっき安田さんが「みんなの党」というのもありますよというので、ね、へえって思って書いたんだけどもこれどういう党なのえ ユーザーザ聞いてくださいすみませんみんなの党ってどういう党なんですかみんなの党こそ小さい政府ほ小さい政府ネオリベほ小さい政府ということはやっぱほんじゃあ,あれだな個人の自由度を増してっていうネオリベニオネオコンの方だと思えばいいの口先だけそうだよねだって、えー、今から政党を立ち上げて小さい政府っていうことは でも、あれだろう国会議員の数を増やさないと議席的に勝てないわけだからななんか難しいだろうな <laughs> アメリカみたいな政治目指してる、はい、そういうところだと思っておいてくださいおお、公務員の天下り廃止ホリエモンみたいなと <laughs> んかねさっきね須田さんに「一体ニコ生のユーザーこの番組見たいな人はどこに投票してんの?」って言ったらいやー分かんない案外自民党が多いんじゃないかというふうに言われたんだけどまああとで投票結果見てみようはい えー、であとは橋本新党だね。橋本新太郎はあのー、橋本市長が政党、えー、を作ったらというような過程だなもう作ってるのが、今作ってる最中が俺よく知らないけど、まあ、これもこれも、えー、小さい政府型になるでしょうみんなの党との差がよく分かんないな多分キャラクターが橋本さんの方が強く出るっていうぐらいだろうな石原新党は多分売りとしては面白さだろうね。 しょっちゅうオリンピックとかどっかの,あの国境線の島買ってくれるとかそういうのは面白いことをしてくれるんだけども嫌な感じがするジジイの政党というやつで橋本と石原、両方のはキャラで考えて大丈夫だと思う。小沢信徒,小沢信徒もさなんか作るとしてもこの差がよく分かんないよねまあでもこれもキャラだと思うえー、っとそのしょっちゅうニコ生を使って記者会見するようなところを信じれるというふうに取るのか なあ都落ちしやがってっていうふうに取るのか <laughs> 若者にすり寄ってんなっていうふうに取るのかそれはその人次第だ俺ははんだろうな割と頭いいなと思ってるけどねでその他はいでは9択行ってみよう正直に入れてみよう俺どこだかな俺はあのこの間、よしもう俺あの橋本さんでいいやって言ったから橋本新党でいいや。 ももう何も信じれない。信じる信じないじゃないんだよ。<laughs> えー、あそうかどこを信じますかだからな俺何を信じ <laughs> ますかなんだけども <laughs> さてやってみようか宮崎駿を信じるよもう駿さんを信じて日本共産党。<laughs> いいかも分からないね <laughs> はいもう自民しか国家運営できない国家運営できないそれもあるなあでも俺の意見あとで言うなじゃあ結果出してみようかはいお願いします はい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 。橋本慎人大丈夫これ、俺に引っ張られてない、大丈夫か。<laughs> ああ、でも。自民よりちょっと強いぐらい。はあ。共産,党以外共産党強いね。<laughs> いや。な。何がおっしゃって。<laughs> 橋本自民共産という順番 <laughs> すげえよな。<laughs> <laughs> すごいね。<laughs> あとあの公明党のこの支持率の低さ。<laughs> 何俺明日俺この世にいないんじゃないの <laughs> やばいな。<laughs> うーん。ということは公明党に投票するような人はこの番組こういう番組を見ないかこういう番組を見てもみんなのようにお調子者的にマウスでクリッククリックでしないわけだよな。<laughs> <laughs> 割とリアルな数字かもしれない、うん、あのね多分20代から40代ぐらいの、えー、無党派と言われる特定の、えー、政治団体に所属してない人たちのリアルな気持ちそれもネット寄りの人たちのリアルな気持ちっていうのはこれぐらいだろうね橋本新党に票がパーセントが多いのはまあ俺が、まあ、俺がっていう影響が少しあるのかもわかんないんだけどもやっぱりわかりやすさっていうのを前に出してるからだと思う。で、で共産党がここまで高くなったのも。 なんだろうな、わかりやすく、だってもう今の政治家に期待しない、であいつらをビビらせるんだったら共産党に入れるしかないよっていう宮崎駿の言い方って本当にその通りだと思うんだよな。ああ、意外な結果出たね。ううんふん,ふん面白い、面白い。もうあの皆さんどうぞ、これでブログを何本でも書いてください。<laughs> これ、あのアンケート結果、ツイートもできるんです <laughs> あ、本当あ右下にあるやつでアンケート結果をツイートするというボタンがあるそうだよちょっとみんなツイートしてみようかああもうツイートしてるねみんな支持する政党は橋本慎党。今すごい勢いでツイートが今ツイッター見てるやつびっくりしてるよね一体何が起こったんだろうってああ1万人が選んだってみんなつけてるね <laughs> これを広めると岡田斗司の命が危ない <laughs> そうかも <laughs> もうなんかハッシュタグにニコロンが俺見えないぐらい今の <laughs> 伸びちゃってるなじゃあね今ね普通に、えー、っと政党で選んでみたよで俺らの政治を考える時ってなんだろうな実際はあのー 政策で考えてみたりするわけじゃん。例えばこういう考え方好きだなとか俺原発はこういうふうにした方がいいなっていうふうに具体的なアクションとか具体的な政策で考えてるわけじゃないでも悲しいことになんかね俺たちが投票する時って政治家にだからなんだ国民の主権の権利のなんだろう行使っていうのは投票なんだけどさ投票する時ってどの政治家を 支持するか、どの政治家を国会とか地方議会とかに送りたいのかっていうふうなことでしかアクションできないつまりなんだろうなよくマニフェストがどうだとかさあと政治家はもっと政策っていうのを出せって言うんだけども所詮選挙というシステムが政治家をえしか選べない以上なんかねズレがあるのは当然だと思うんだんで政治家の人もさ個人個人でさ政策プランって出してくれないじゃん。自自民民党党だから自民党の。えー 政治マニフェストを支持しますよとかあの公明党だから公明党のっていうふうなことで一覧だからさ俺ら誰に投票しても同じになってきちゃうから、まあ、ついつい顔とか名前とか覚えやすさで選んじゃうわけだよな。であの政治家の人らが個人個人でプランを選んでくる政治プランっていう言い方してるんだけどさ例えば原発に関しては私は A から D までの選択肢の C です。で消費税に関しては B ですっていうふうな形で 個人個人が、その、いろんな争点となっている政治的な問題の、ええー、どのポジションを支持するのかっていうのをパラメーターみたいにしてやってくれたら、僕らは自分の一番意見に近い政治家を選ぶことができるんだけども、だからそれが今できないと。じゃあ、政治家をどういうふうに選ぶのかっていうのを、俺ね、なんかちょっと考えてみたんだよ。どんな政治家が好きかっていう、政治家好き好きアンケートってやつで、もう一回アンケートしよう。で、 ええとね、まずアンケート内容を出すけど、まだ投票せずに見てください。おい、アンケート内容を出して。どんな政治家が好きか。えー、それぞれのメリットとデメリットを言うね。一番、バカ正直。えーっとね、とりあえず、もうあの、国民を騙すような政治家はコリコリだと。バカ正直なやつがいいっていう人は、一を選んで。このバカ正直は、えー、正直だけどバカだから、国民にデメリットがあろうがなかろうが、 全部正直に言うよ。正直、原発どうなってるかわかりませんとか言うよ <laughs> ものすごい赤字だけどもうあの増税しかありませんって言うよその意味では俺たちがせっかく選んでも2年持たずにダメになるかもわかんないんだけどでもそ,そうでもいいけど馬鹿正直なやつの方がいいよっていう人はこう1を選んでください2番クレバー、えー、頭がいいだなあらゆる意味で頭がいいとでこいつ頭がいい でということは政策立案もするだろうし政治的な動きもするだろうけどももちろん国民のためにやるとは限らないよその。このクレバーなやつの利益と国民の利益ができるだけ一緒になるような仕組みが作れればいいけどもそうでない場合こいつは自分の近くの人に最も利益があることをすると思う。だから クレバーのやつっていうのはもちろん汚職上等だろうし国民をだますようなことをするんだろうけどでもバカよりはまだいいよって思う人は2番のクレバーを選んでください。もうひどいね選択肢が。<laughs> 3番 <laughs> 人格者うーんいい人だなつまり曲がったことはやっぱりできないしでご利用しも嫌だっていう人人格者な。で3番の人格者の欠点は何かっていうと決断が遅い。 とにかく何かあった時に全員の意見をちゃんと聞いてで無理強いはしないし数に頼って押し切ったりもしないで弱者の切り捨てもしないということはこいつは年がら年中悩んでることになるなそういう人格者がいいと思う人は3番を選んでくれ4番面白いやつこれも変なんだけど、まあ、僕らが選ぶ時っていうのはこういうのがあるだろうと。 面白いっていうのは語り口調が面白いでもいいし視点が面白いでもいいこいつに任せたら何かやりそうっていう期待感でもいいんだそういうやつだなだから後でんからこんなやつを政治家にしてしまったばっかりに毎回オリンピックのために「オリンピックをやりますオリンピックやりますオリンピックやります」っていうような政治家になるかもわかんない。 なんか、知事の名前、県知事とか都知事の名前を覚えてもらえてるのって、あの、知事時代の橋本さんか、あのー、長崎の知事か、あと東京都知事しかいないじゃん。それぐらい個性が立つという意味では個性が立つ。かな。以上、4択。どんな政治家が好きかだ。どんな人が政治家になってほしいかとかそういうのではなくて、僕らの好き嫌いっていうのは何か、同じような政策を同じぐらいの説得力で言ってる場合、 どれが政治家にとって最も欲しい正しい資質、ライトスタッフってやつであるのかっていうのをちょっと考えてみようでは1番から4番 <laughs> きついわーってったきついよねー <laughs> 投票っつうのは割ときついんだよはいおいもう押していいよじゃあ1番から4番お願いします。宮宮宮崎崎崎駿駿。駿、は。ええ馬鹿正直じゃねかな。<laughs> <laughs> 嫌なきゃよバカ正直タイプだと思う俺どれだろうな俺決断遅くないからまず3じゃないよなクレバーでもないよなバカ正直って言うほどバカ正直な俺4だな <laughs> 自分でも反省するわ <laughs> 鈴木敏夫は4がいや鈴木敏夫は2だよクレバーだよ <laughs> <laughs> じゃあえー、っと結果見てみようかお願いします おぉ。均等だね。うん。これ多分、統計の紛れだと思う。ほとんど同じ。ええー、またこれもあの、ツイートしてください。政治家にとって望ましい資質、欲しい資質、何が必要なのかっていうのは、何かっていうと、馬鹿正直とクレバーと人格者と面白いがほぼ同じなんだよね。富野監督はどこに入りますかええー。小沢さんはどこに入りますか小沢一郎。 小沢一郎は馬鹿正直かかクレバーかだろうな、うん人格者でもないし判断早いから面白くもない実はあの人は、えー、言わなくてもいいことを言うバカ正直であ,あるのと同時に、えー、それなりに結果を出そうとするクレバーだからな富野義行案外人格者じゃない あうんそんな気がするな、うん、責任をね持たせれば持たせるほどあの人面白くなくなるからさだからよくは富田さんって番組が終わった時の発言が一番面白いんじゃんということは無責任になった瞬間に「もうねあれはねえ」とかって言うんだけどもやってる最中はいやいやスタッフは頑張ってるとか <laughs> いう人だからさ、うん、なるほどな面白いな。だ じゃあ、俺たちが政治家に望むのはこの4つのパラメーターどれでも同じなんだろうなバ正直ででででも、も、クレー人格者で面白いでも。ということは多分僕らがこの政治家は駄目だっていう時はこの4つの中で例えばクレ,クレバーを選んだ人はバカ正直であったり人格者であって面白いという部分のネガティブ面を批判するし例えばその人格者が政治家になるべきだと思っている人は他の3タイプのマイナス面っていうのをひ 批判してるんだろうな。これは、らんか政治家になんかこう悪口言われるはずだよななんかこんなに票が割れちゃうんだろうないや <laughs> 求めるのは実行力求めるのは結果のみ求めるのは結果のみって言い出したら結果って偶然性が強いからさあのー、偶然性でない結果って受験ぐらいだよ。受験って頑張って勉強したら成績当たり前だけど上がるじゃん。 そういうふうなものには努力と成果との相関関係ってあるんだけどさ政治のような複雑系なものはどんな理由のあの人がどんな状況に掘り込まれても成功するのかどうかっていうのはかなり運次第のところがあるからなだから運次第のところがあっても俺たちこれだったら任せてもいいよって思うやつってさっきの4種類だと思うんだけどさいや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 始まって45分一斉に走ったね。お須田さんから追加の。 とか来た。はいじゃあこれと並べて見てみようか「えー、フォアグラ発売中心」ってどう思うっていやどうも思わないですよ。<laughs> 著作権ファイルのダウンロードはそもそも悪ですかえファイルのダウンロードはそもそも悪ですかっていや悪じゃないよ悪くはないんだよ。悪くないんだけども違法ということにされちゃうっていうことだよな。でそれは えー、例えば俺が生まれたの昭和33年なんだけども昭和33年まで売春は合法だったんだで昭和33年に赤線防止法というのができて売春が非合法化されたとじゃあ売春は悪ですかと言われたら昭和33年までは合法だったよと昭和33年からあとは非合法になったよで違法ダウンロードは悪ですかとそう聞かれるよりは違法ダウンロードは2011年までは 合法だっっったたよ。よ。てていうか、かもしくは判断出てなかったよ2012年の夏からは非合法になっちゃうみたいだよっていうのがまあ言えるところだよな、ね、そもそも悪かと言われたら悪なはずねえじゃんそんなの <laughs> って俺は思うけどね「初音ミック」はなぜ人気なのかそれは俺が知りたい <laughs> 東京でオリンピックをやる意味あるのえー、ないんじゃないの東京でオリンピック、正直。う まあまあ、これいいや。これ、ちょっと語り出すと長くなりそうだな。おやみんな、なんでこんなに反原発にこだわるのえー、みんな、なんでそんなに反原発にこだわるのっていうのが出たんだけども。どうです反原発。 それは福島の事故があったから原発は単なる手段だよね原発にこだわるじゃないのか珍しい現地の人じゃないから放射線リスクあるのに東京とか藩にこだわる他に話題がないからあー何にこだわるのかで質問福島治ってないしネガティブキャンペーン単純になけりゃない方がいいと思う金もらえるのかいろんなのがあるなざっとあるななんかさいやこれちょっと入れたのが1個ねあの 別のメールでもらったやつで「あの原発デモ再稼働反対デモ」だよねは、まあ、正しいのか正しくないのかっていう質問があったんで,でその時に書いてあったその人の書き方が「自分は正直あの原発再稼働反対デモ」っていうのを見苦しいと思いましたっていうのを書いてたんで,で俺はちょっとびっくりして「見苦しい」という表現初めて見たんだけどもなんかね言われることは分からん。 でももななな。いよようう気もしちゃうんだよなで、「市民グループがうるさいからふんふんふんお祭りだったなんでやっとここまで日本人が主張できるようになった言いたいことはわかる原発死者出てるじゃん脱水症楽しいデモデモはもともとかっこいいものではない変な温度とってたし。ということは見てる人もかなりその反原発デモに関しては えー、賛否両論とは言わないんだけども今アンケートを取ってないからさ賛成多いか反対多いかわかんないけどいろんな意見があるわけだよな。で昨日その俺あの公開誕生会というのやってたんだけどもたまたま来た人の一人がいやもうあの反原発でも、その人はすごいあの政治的に関心はあるんだけどもデモに関しては諦めてたんだよね。で 一応何人ぐらい集まったのかっていうとまあ朝日新聞とか主催者発表とかいろんなものの中間を取っておそらく10万人ぐらい集まったんじゃないかっていうふうにそいつは言ってたそいつとかその人は言ってた。で60年代安保だよないわゆる日本が一番政治的に扱かった1960年代後半の日米安保条約っていうのをもう一回批准するかどうかっていう時には30万人集まったと。であの時代に30万人集まって結局 日本は変わらなかったんだから、まあ、今の世の中で10万人程度集まっても何もないでしょっていうふうに言われたんだけどんかねそうは思わないんだよ。これそこまで冷めてなくてあのなんだろうな若いやつは全員政治参加するのが正しくてかっこよくて当たり前だと思われた時代でも30万人しか集まらなくて今の世の中で10万人っていうのはものすげえんじゃねえのっていうふうに僕は思うからあ10万人も集まったのがすごいなと思ったんだけども。 逆になんかそれがほとんどテレビで報道されないいいうのがすごいよねあの。そんなのを報道しなくてテレビ局んだろうな大丈夫なのって心配になっちゃったけどね今の人も真剣に参加してるわけじゃない、うん、いや当時の人も真剣に参加してるわけじゃないんだよ。俺あの,の1960年代の,あの安保のデモとかに参加した人の話聞いたらただ単に暴れられるから言ったとか。 店のガラスとか自動車とかひっくり返しても逮捕されないんだよっていうふうに言われたんだけどあそういう理由で言ったやつは結構いたんだよな <laughs> 広告主ににまれるから <laughs> 報道されないデモは多いよ女とやれるから言ったという人も結構いいデモには参加しないけど別に批判する気が起きない <laughs>、はあ、でねでも反原発デモをどう考えるのかっていうの俺ちょっと興味があるから またね、アンケートを取ってみたいんだけど今日はアンケートばっかりで <laughs> すまんねまず最初2択だよねええー、反原発デモに関してえー、まあこれに限らずこれから原発再稼働するとかいろんな問題あるよねそういうのの、えー、原発のデモに関して行くべきだと思うか無駄だと思うかちょっと2択でやってみたいちょっとええー、出してくれますか、えー、反原発デモに関して。いやでも いろんなことがあっても、行くべきでしょうっていう人は一。いや、無駄だよっていう人は二。まず、この気持ちだけで投票してみて。お願いします。もう直感だけでいいよ。行くべき、無駄。この間の微妙な答えというの、絶対、もう一切許さない <laughs> ような聞き方にしてるんだけどね。<laughs> どっちかで選んでみてくれ。はい、お願いします、結果。 なかなか結果が出ないな。はいはいはい。行くべき四割、無駄六割。ちょっとどっかに書いておこう。行くべき四十、無駄六十。じゃあ次な。みんなが今この話を聞いていて反原発デモに関して、いやそれでも行くべきだと思った人は四割、いや無駄だろうって思った人は六割だったんだ。 じゃあ次今のは気持ちな次は自分の行動を聞いてみたい、えー、もし次に近所で参加しやすい反原発デモがあったら1行きたい2行かない、はい、アンケート出してくださいはい近所でだよそんなに離れたところではないんだよ気軽に参加できる反原発デモがあったときに 1, 1うん実は行きたいんだっていう人は2いや行かないっていう人は二。ほいお願いします行きたいか行かないかだから行きたくても行けないという人はもちろん1だよわかるよね行きたいと行かないだからではお願いしますはい数字ドン出るかな おお面白い行きたいが26%行かないが73%ねさてこの数字を比べてみようさっき行くべき4割無駄6割だったんだで次に行きたいが25%ちょっと行かないが73%になった。 ということは何かっていうと僕らは反原発デモみたいなものに関して行くべきだとは思ってるんだけどもそれはみんなは行くべきだ誰かは行くべきだというふうに思ってる人がかなりいるんだつまり自分が行くんじゃなくて反原発デモというのがあったら誰か行ってほしいで必ずこれに関して反対だという国民の声っていうのを政治なりマスコミなりに届けてほしいっていうふうに思ってるとででも自分自身の行動としては 無駄とは思わないんだよ。行くべきと思うんだけど、結局行かないだろうなって考えている人がかなりいるってことなんだよな。だから、これあの何のためにやったのかというと、僕らが自身が実際に行動するときにどういうふうになっているのか。で、この間集まった十万人の人たちというのはどういうふうな人たちなのかなんだ。多分、行くべきだと思った人は、あの十万人よりはるかに多いんだろうね。で、行きたくてたまたま東京の近くにいて、 デモがあるのを知ってで会社とかがちゃんと休めたとかもしくは時間が取れた人が実際に行ったとつまり、えー、行くべきだと思った人の中の70%ぐらいの人が実際に行きたいと思ってそのうちのやっぱこう何 %30% とか40%の人が行ったとっいうのが10万人の数字だった。でえっ、ー、とね俺の記憶ではその60年代末の 大政治闘争の時代っていうのは行くべきと行きたい人の数字がもう本当に一致してるんだよねみんな本当に行くべきだと思ってたんだし行きたいっていうふうに思ってたからだから今のこの現代という時代僕らのいる場所っていうのはなんかね行くべきだと思ってるんだけども行かない人がすごく多いで反対すべきだと思ってるんだけども多分反対しない。な面白そうだだったんだけどな。 <laughs> ちょっと強引,強,引か強引じゃなかったらこの数字をどう読むの行くべきという数字となんか行きたいという人のこの差っていうのを15%ぐらいの差があるはい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 さて次のテーマどこにしようかな ダウン症の子供を産むことは悪、うん落ちちゃったえらいこと聞くなああ、その話題かって書いてるけどそれはなんかあるの最近の評判の話題で。 田さん、知ってる,るてはい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 ネットで話題あ東尾さんのやつだ、はいはい、石田さんの奥さんが「はい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 遺伝子検査を進むと確実に産まない人増える」うんこれ正直な話言っていいこれ俺の意見だよ。えー、俺自分の子供がダウン症だったらあの嫁さんに「おろせ」って言うよ。おろせっていう命令系では言わないな「おろそうよ」って言うよ。 だだって、なんだろうな。んろうそれってさうのダウン症の可能性があったら卑怯かもわかんないけども俺その場合は生命人間とか生命の定義をもう法律に委ねるわ。つまり法律でえー、っと受精して何ヶ月後からは人間になるからそれ以降はえー 堕体が認められないというリミットがあるじゃん。その前だったら、あ、なんか、ダウン症の可能性があるのか、だったら、下ろそうよというふうに、俺は言うなだ。それを無理して、授かった命だからっていうふうに考えるのは。本能や遺伝子レベルでは、正しいのかもわかんないんだけども。文明人の作法じゃないなというふうに、僕は思うもんな。それは何か、なんだろうな。いや、もう。 どれぐらい今 <laughs> ネガティブなコメントが流れてるか <laughs> ビビりながら <laughs> 思ってんだけども「行っちゃったか」とか「宗教的な理由がなければそうだね」うん宗教的だな,なでだからといってあのダウン症の子供を持っている親御さんとかそういうふうな障害が子供にあると思いながら産んだ人に関して「俺エゴだよ」って言ったんだけども「エゴを押して子どもエゴを押して子を作ろう」とか 生もうと思ったんだからそれはなんか頑張ってほしいと思うんだけどでも自分事としてはそれを頑張りよう世の中に広げようとかみんなもこれで、えー、同じようにやってくださいなんて間違っても言いたかないななんかこの世界ってさなんだろうな残酷さが本質の一面でもあるじゃん。だから残酷な本質があるからこそそれに対する愛情とか思いやりっていう幻想を僕らは持っていて その幻想が見えたときに僕らは希望を持って残酷さの本質が見えたときに僕らは絶望するとこの絶望と希望の間で動いてるわけじゃん本質は残酷であってで愛情とかなんだろうな優しさとかつながりっていうのが希望だってこれは本当に僕現実だと思うんだよ。でうーんこの世界はさもともとこの世界って言い方も大冗談にかぶるんだけども子供って 生きてる限り女の人が生きてる限り6人から7人出産してまともに育って成人を迎えるのが45人つまり生まれてから成長するのが6割とか7割というようなうん状態が人類という種に対してのなんかこうセッティングなんだよ。つまり、えー、とちゃんと生まれて健康に育って育ちきりますっていうのを。 100人子どもがいたら100人とも全員育つようにはこの種はできてない人類という種はできてないもっとその中で3歳とか4歳ぐらいまでにパラ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 死んじゃうというのが当たり前の世界で僕らの世界というのはセッティングされてるんだ。でそれを科学の力で今伸ばしてるわけだなぶっちゃけ。科学の力で 本来だったら生まれてすぐに死んじゃったような子供でも未熟児であっても何とか生かそうとするし生後何ヶ月とか何年でパッタリ死んじゃったような弱い子も医療の力で何とか生かしているとそれは素晴らしいことなんだけども同時に僕らの世界はすごく生きづらい人たちっていうのを生かすようにしているとこれが福祉が巨大になっている理由でもある福祉が巨大になっている理由っていうのはぶっちゃけんだろうな乳児 生まれてきた乳児を全員成人させようっていうような超福祉国家であるからこそ、えー、とそれらの人々に対する配慮とかフォロー体制っていうのがどんどんお金も手間もかかっていると思うんだよこれ俺はな。でさっきのダウン症の話具体的な話に戻るんだけどもなあなんか本当になこういうふうな話するのは俺なあ多分一対一とかで聞かれたりここで見てる人がさ この吉祥寺のこの事務所に来たら本当に何ぼでも言えるんだけどもこれを何か何万人かが見てるような場所で言うのはめっちゃ怖いよな。岡田さんは心臓の病気があった、うん、これはあの先天的な心臓の血管があってさ心臓弁膜症っていうやつで,でこれもあの生後1年生きれるか生きられないかっていうふうな血管だったんだよ。でそれをまあ生まれてから分かったんだけども生かしてくれたのは親の頑張りだしそれは感謝してるんだけどもだからといって全ての親が そんなことできるとは思えないしな。いし何よりも親の人生って子供のためにあるんじゃないよ。その,親の人生は子供のためにあるっていうのは美しいしかっこいいし俺はなんか感動はするんだけどもでもそれを当たり前にしちゃったら全ての人の人生がなんかあまりにもつまんなくなっちゃうんだよなと俺は思うので、あのー、子供がダウン症とか先天的な結果を持ってたら僕は 自分の嫁さんだったらもう産むのやめようよっていうふうに言うし友達に相談されたら絶対にそれやめた方がいいよっていうで後で恨まれても何か何年か経っていやあなたはなんか私を殺そうとしましたねっていうふうにその子供当人に言われても俺は言うわな、うん,ん難しい問題だな選択の機会を与えられるべきってことかうんそうだね親に選択の機会が与えられれるべきで、それを、 無意味に周りの社会とかが「頑張れ」とかんだろうな生まれてくる命の可能性を奪うとは何事かっていう権利はないと思うんだよな俺本当にそれはそれはそのリスクをんだろう全部親っていうのはさ取らなきゃいけないわけだから励ますんだったらともかく選択肢を狭めちゃいかんよ。 頑張れって言うんだったら「頑張れ私も何々します」だったらいいよ例えば「いやダウン症なんだよ」って「いや頑張って産んでよ私も何か手伝えることがあったら手伝うからさここまでいってワンセットだと思うんだ最低限」でもそうじゃないのに「えー、っ?」ってだからでも命なんだからって言うのってさそれはさっきも俺言ったんだけど「文明時の作法ではない」と俺は思っちゃうな。いや <laughs> もうな。<laughs> 怖いな <laughs> 大 <laughs> 重いそろそろケーキ食べなさいってコメントそろそろケーキ食べなさいちょっと今ので頭皮のためにケーキ食べようか <laughs> 出しただけで食わないつもりだったのに <laughs> どうなってんだろうな あ絶対悪く捉えて叩く団体出てきそうそうかもわかんないなうんちょっとコーヒー飲みながら雑談しようか今の問題もうちょっと考えてみるよいしょ間違いなく叩かれるそうかもな叩く人たちと多分対話って難しいんだろうな正直俺あのもうさ 54年も生きてるとさある程度分かってくるんだけどもちゃんと対話したらっていうふうに言う人いるけどさなんかねこう,こういう問題に関してはその人のタブーというのかな何だろうな何がその人の美意識かというふうなことに根本に触れちゃうんだろうな。い。 だからその怒る、こういう話をしたら怒る人も多分対話する気があるんだろうけどねそのうう人たちが100人ぐらい集まると急に対話できなくなるんだよな。でおまけに僕と同じような意見を持ってる人っていうのをオフィシャルなな場で聞いたことがないんだよな <laughs> つまり子供は別に産むかどうかはさっき俺が言ったことをすっごいシンプルに誤解されるのを承知で言うと子供を産むかどうかは実は親の自由だから。 無理だったら、やめとけっていうことなんだよ。こんなの、はっきり言ってる人間、俺、見たことないからさ。<laughs> よっぽど危険なことだと思うんだけども。でも、陰では言われてることだよな。もはや、宗教の違いだよな。うん。もし、だから、これを言う人がいないということは、日本人っていうのは、宗教がないように見えて、強い宗教があるんだろうね。それは、生命教なのかもわかんないし、愛情教なのかもわかんないんだけども。あ、もう、やめとけ そうか、かんないな。いもうやめといた方がいいかも分かんないけどいやもうコーヒーブレイクで今雑談なんだけどさ <laughs> 雑談で重たい話してるなうん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 中絶がこんなに合法化されて実は人工中絶がすごく多い国なのに。 ここここういううういいとととを言ろろが、日本の不思議なところだよな。だよ人工中絶が禁止されてる国でこういう議論があるんだったら現にそれは悪だし禁止されてるしだからこうだっていう流れになるんだけどもよしょと。であると同時になんだろうな子供を持つ年齢がどんどん上がっていくつまり30年か40年ぐらい前までは女の人が子供を産む時の最小年齢っていうのは よいしょうん25歳とか2526歳ぐらいだったんだけど今先進国ではもう30歳とか31歳ぐらいになってるじゃんそれと込みの問題だと思うのんで出産の,あの最初の年齢はどんどん上がっていくのかとかさあと出生率自体はどんどん下がっていくのかっていうのと出生率は下がっていくるのになんだか人工中絶の利用者は増えてるっていう問題とあと ダウン症でもやっぱり生むのかとかダウン症というじゃあそういうものを判定すること自体が正しいのか正しくないのかっていうなんか全部混ぜて語られるところが日本のへんてこなところだよな。あいよ。じゃあ、ちょっと休憩しながら、告知でもさせてくれいこれさっき言ったね世にも恐ろしいイベント <laughs> あの「電子書籍時代に出版社は必要か」っていうねすごいタイトルつけたよね。 で、想像のサイクルと出版社の権利をめぐってで、もう何がすごいかって、この出席者見て、あのね、まあ、俺はともかく、赤松さんだよ。赤松さんと、あとね、あの、著作権をすごい守ろうっていう三田先生が、これ、あの、えー、分、えっと、わかんない人はウィキペディアとかで検索して、三田先生っていうのは、えー、すごい有名で、あの、賞も取ってる偉い、 あの小説家の先生なんだけどもでも、えー、作者の死後ももっと権利を伸ばそうとしてる人で赤松さんは、まあ、それとはまるで割り切り逆の人だよねでそれに福井健作さんっていう多分あの世界でも有数な著作権の専門家の,あのニューヨーク州の弁護士資格持ってる人がやっててそこにね俺を呼んで「えー、電子出版書籍時代に出版社は必要か?」っていうもうあ,のあらかじめメールでお互いやり取りしてるんだけども赤松さんが「 この対談はどれぐらいガチですかそれともやらせですかってばっちり聞いてきたぐらい,ぐらいで。<laughs> だってガチだったら出版社が必要かどうかじゃなくて、えー、Amazon にしようか、楽天にしようかって話になりますよねって書いてきて。<laughs> すげえ、赤松さん、もう全開だと思って。<laughs> なんかそんな感じのですね、本音トークになると思います。あとは、えー、っと、フリックスニュースっていうですね、あの、僕がやってるメルマガが、 えー、部数が1万千部を超えましたのでですね。<ー>えっとはい。えー、ぜひですねあのー、あありがとうございます。はい。えー、皆さんもですね無料ですのでクリックしてください。えー、毎回毎回ですねいろんな、えー、ニュースを届けるのと同時にあの俺自身の2分から長い時はね5、6分のスピーチですよね。あのー、一応あんまりさっきみたいな <laughs> さっきみたいなことはないけどもあんま表では言えないようなこととか <laughs> ちょっとしたなんかつまらないことも自分が喋ってるその 声自体を音声ファイルで届けてますので、えー、ぜひクリックしてください。よろしくお願いします。というわけで、コーヒー飲みながら、ちょっと休憩。おい。電子出版時代、どうなるのかだよなよしょ。この中に入ってなかったな。入ってないね。電子出版の話してもいいかな。あのね。うん いやー、楽天からさ、あのー、電子書籍の専用リーダーが7000円で出たよね。今日の、あのー、あ、OKOK、OK OK、ありがとうございます。今日の夕方ぐらいにどうも発表されたらしいんだけども、えー、っと、早速、えー、Facebook で僕のの知り合いがそれをシェアしてて、で、俺がおおと思ったから、この番組の直前にもう予約して買っちゃったよ。予約して買っちゃったよ。まあ、予約したから多分届くと思うんだけどもさ、楽天の電子ブックリーダーすごいね。電子ペーパーで、 円円台ななんんだだよね。円以下なんだよで安いと思ってていや Kindle 発売前にかましてくれたなと思ってなんかね対応する書籍が250万冊ぐらいあってで PDF ファイルも読めるんだってそれで「あのそう,うまい本棚より安い」って書いてる人いるけどうまい本棚より安いこれはうまかったな。 <laughs> ナイス。あのね今ねさっきスワさんと話したんだけども次回からこのゼミこれ吉祥寺のオタキング事務所でやってるんだけどもあの今番組見てる人の中から何人か招待しようって話してるんだ。でどうやって選ぶのかとかさどういうふうな募集要項するのかっていうのはまだちょっと未定で。 えーといずれあの僕の公式ブログとかさっきのメルマガとかツイッターとかで発表すると思うからそれもはるからちょっとブログとかあのメルマガとか追いかけておいてほしいんだけども一応あのニコナを見てる人の中で、えー、募集かけて見学したい人5人ぐらいなんで5人ぐらいかっていうと、まあ、ここに来れるあと入れるの5人ぐらいだろうと。 あのー、事務所の廊下で音だけ聞くんでもいいですだったら多分あと3人ぐらいいけるんだけども <laughs> まあ5人ぐらい吉祥寺に、えー、夜7時までに来れてで解散が夜10時過ぎても家にちゃんと帰れる人もう岡田さんここに泊めてくださいなんていう無理なんだよ、言わないような人だよな条件っ <laughs> だったら 5, なんか5人ぐらいこう入れたい面接しないといや面接なんかしなくていいよ別にこの番組見てりゃ誰でもいいから。それよりは。 カメラを振った時に多分そいつ顔が映ると思うから顔が映っても構わないという人とあとね番組の、ね、途中と終わりに俺感想を聞くと思うんだこれどう思うとかさっきの「はいダウン症の子供のことはどう思う?」とか <laughs> バシャッと聞かれちゃうからその時に「分かんないです」でもいいからちゃんと発言できることね「分かんないです」とか「いやーちょっとその問題はパスでも何でもいいから発言できる人が欲しいですね」。 えーまあ、それはぜいた言えば男女半々の方がいいんだけどもまあ多分そんなこと言っても無理なことはお互いご存知の通りだから <laughs> 固まらないと、まあ、固まった場合ではいじるけどねだからあの、まあ、そういうふうなものも考えてますから一回ちょっと、えー、吉祥寺まで遊びに行くことと検討してみてください。で、えー、そう。 楽天のね7000円リーダーが発売されて俺もすぐにその場で予約しちゃったんだけどさうーん <laughs> 反省会ありなないない俺あのこの番組終わったらもうぐったりしてて早くみんなに帰ってほしくて帰ってほしくて <laughs> いつもみんなものすごい勢いで追い出してるから <laughs> 反省会があるとしたら S 田さんたちとあるかもしくはうちのフリックスメンバーが、えー、近所のカフェゼノンっていうところに行くかどっちかだと思うよ。<laughs> 楽しそうだったら行くけどさ <laughs> で。でえー、っとさてさあそういう時代になりましたとでさっきも話してたように、えー、電子書籍の時代になったら出版社は本当に必要なのかどうかっていう話もありますとで楽天から7,000円で出てきてしまいましたと楽天から7,000円で出てきたらもうこれ値段の問題だよね。えー、今7,000円だけども7,000円するような本ないじゃん。 じゃあ本として大丈夫な上限ってどれぐらいだろうかというふうに考えるとそうだな Kindle とかその楽天のみたいな電子書籍リーダーのすごい安っぽいやつがついてで半券切れの昔の明治の文豪夏目漱石とかそういうやつの小説のデータが1,000冊分入って1,000円の 電子ブックリーダーが出た時が日本本の出版が根本的に変わる時だろうね、えー。多分それは通信機能がほとんどついてないかすごい制限されると思うんだ1,000円でやろうと思ったら。で電子ペーパー形式になるかもわかんないんだけどもリアクションっていうのがそんな早いかどうかわかんない多分売りは1,000冊分入ってたった1,000円1冊1円ですっていう考え方でパブリックドメインになってるような。 本とかがびっちり入っているようなものがディアゴスティーニとかあんな感じでムック形式でで本屋で売るるよううになるだろうとそれが本開いたらリーダーがついていてで何か所こうしたらページめくりも自分でできるようになっていてディアゴスティーニで一冊1,000円で売っててそれの中身のデータだけを毎回毎回500円とか600円で配信っていうようなサービスが始まったら俺らそうまあ買うわなっていう。 <laughs> どこが儲かるんだっていうのはどこが儲かるんだって言い出したら Kindle Nintendo だだだっっってて、て、楽天ののやつ 3DS どこが儲たぶんだだ <laughs> 多分これって1,000円でとりあえず出しちゃえば長期的に考えれば電子書籍のシェア日本国内では50%以上が取れるっていうふうに判断するからだと思うな。でそれを そういうういのが、俺は何年か以内に出てくると思うんだけど。まあ一応自分のこういう仕事上電子リーダーみたいなの新しいのがあったらどんどん買うしそれは皆さんに報告しますよ使い勝手かどうかっていうのはあの報告するんだけどもそれが出た時が、えー、日本でもう爆発的に普及する時だと思うよ。作家は得するの。悩ましいい。よね。面白いっていうのは電子書籍がどうなっても作家は得するんだよ。もうね 出版会がねこれを広く議論したくないのわかるよ。えー、っとねダウンロード販売とかと根本的に違うのはここなんだよな。つまり音楽のダウンロード販売とかあと,、えー、っと CD が売れないというふうなことだったらミュージシャン自体が貧乏になるというのは言えるんだけどさ、実は電子書籍になっちゃったら作者自体であんまり損する人いないんだよな。電子書籍をやらないにしてもあんまり損しないし。 やるにななってもあんまり損しない。その損する人と儲ける人の誰かが微妙に変わるよでも損する人が出る一方で得する人も出るから多分ねどっちに考えても、えー、っと作者っていうグループ全体で考えると利益はどっちをやっても儲かる。で、電子出版になった方が、より儲かりやすくなると思うんだな。うん、俺の生徒にとってはいいことだよ。う 全般ね、ぶっちゃけ消費者とか読者にとっては電子出版になればなるほどいいことだと思うんだけどねでもそれは出版界が崩れていくということでもあるから俺らがどれぐらいこの紙の本が好きかによるんだよ。で紙の本っていいじゃん紙の本って楽しいし綺麗だしんだろうな集めてても楽しいしいしいやデータだから重くて嫌だという人はいっぱいいるんだけどさ これ、本いっぱい読むからもう自炊してるだからデータでしか持ってない人なんて見たことないんだよなあまりにも本が多すぎるから自炊してデータにしてますっていう人は多いんだけどもそんな人ですら本当に好きな本っていうのはちゃんとマテリアル一応物質で持ってるわけじゃん。でこれってさなんかファースストクラス問題だだ。と思うんだ飛行機ってどんどんファーストクラスとかビジネスクラスのシート数多くなってるじゃん。それは何でかっていうと。 あれあの飛行機のだろうな運用費っていうのかな運用コストっていうのは実はファーストクラスとビジネスクラスに人が乗ったらもうそれでペーするっていうふうに言われてるんだよな国際線の場合。でエコノミークラスなんていうのは本当は空気運んでるようなもんなんだけど空気運んだらもったいないから5万でも10万でも賃金な金でも取って人でも乗せとこうかっていうふうな考えなんだって <laughs> 今,今でもそうかどうか知らないよローコスト空港があるからひょっとしたらもう今状況変わってるかも分かんないけど少なくとも10年ぐらい前に俺が聞いたのではその なんだろうないわゆるファーストクラスビジネスクラスでほとんどペイするというふうに言われてたで電子出版もね多分そうなっちゃうと思うんだよね紙で持ってるのって読書という趣味のファーストクラスとかビジネスクラスであるわけじゃんなんか単行本をファーストクラスとするんだったら雑誌を買うのはビジネスクラスでそういうふうな人がいるからこそ1週間遅れとか1か月遅れとか1年遅れぐらいで無料で読めると。に、 定価2500円で単行本を買う人がいるだろうし、それの10日後とか2週間後ぐらいに割引価格で電子,電子書籍を買う人がいるだろう。で、1年経ったらそれが無料で市場に流れるようになるというようなことって、なんかいかにもありそうなビジネスモデルだよね。それが俺あのファーストクラス型ビジネスモデルと呼んでるんだけども、あのフリーという本のフリーミアムという考え方は、まあこれを こういうのを分解して細かく言ってるんだけども、えー、っともし本当にみんなが安いだけがいいんだったら飛行機でファースストクラスに乗るるやつななんんかいいはずないんだよ。だってアメリカまで8時間ぐらいかかるわけじゃんその時に狭い席だ広い席だすごく広い席だと言っても俺,俺自身の感覚では自分の金でファーストクラスとかビジネスクラスなんか生まれてから1回も乗ったことないんだよ。1回あの 外国から招待された時にビジネスクラスに乗ってその時に日本空港が手違いで席埋めちゃってじゃあすいません岡田様とそうだ研一様その時そうだ研一だったんだけどさそうだ研一と俺とが2人日本航空のファーストクラスに乗るという事件が起こって 2, 2人ともパニックになってものすごい嫌な客になっちゃったんだけどさ <laughs> その当時の日本航空のファーストクラスってバブルの頂点だったからさいきなりパーサーいわゆるスチュアーデスの男版なあのえー、っと パーサーが、えー、ねじり鉢巻きして出てきて「岡田さん何を握りましょうか?」って言って <laughs> ファーストクラスのど真ん中で寿司握り出したことがあったんだけどさ <laughs> いやいやんでやねんって俺もなんでやねんって思ったけど。<laughs> ネタかなり何でもありますって言ってでも俺もその宗太賢一もそのやんって言うんだけど宗太健一も舌がおこちゃまでまともな寿司が食えないから2人でマグロと卵ときゅうり巻きばっかり食べたんだけど <laughs> <laughs> まあだからそういうなんか自腹でファーストクラスとかビジネスクラスに乗らない人間なんですけどもあのうん。 俺はだから、飛行機に乗るんだったら8時間狭いところに詰め込められるんだったらたとえその椅子の幅が倍になろうが何だろう片道50万かかるんだったらだったらエコノミークラスで5万か10万ぐらいで行って残り40万ぐらいをおもちゃ買うとか本買うとかなんだろうな MacBook Air の新しいなんかレノマディスプレイのやつ買うとかさそういう人生にとって有意義な使い方したいじゃない。で8時間なんだろうなだってファーストクラスに 座っても近所によく鳴く赤ん坊がいたら、もう台無しなんだからさ。<laughs> ワン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 なく赤ん坊がいたらもう旅は台無しなんだからそこにあんまり金かける時はしないんだけどでもファーストクラスに乗る人はいると。で同じように電子書籍時代になったら紙の本買うやつの気が知れんわっていう人はいっぱいいるだろうけども多分そのファーストクラスの人が今エコノミーに対して持つ優越感とかもしくは旅っていうのはんだろう船旅がメインであって。 で、時間がないから飛行機にしててるるんんだだよ。金じゃないんだって思う人は、はファースストクラスに乗るはずあの。船でも1等とか特等に乗るだろうしさそういうような人にとっては紙の本っていうのはそこから得られる快感とか学びとかさ人生の知恵とかって考えたら多分これから紙の本高くなると思うよ。あの俺電子書籍全般に関する問題点で一番のことは日本の本は安すぎることだと思ってるんだ。 単行本一冊1,200円から1,500円ぐらいなんだけどもあれ本来は3,000円から4,000円ぐらいが最も適正なそうかって書いてあるけどうん知らないだろう外国に比べて日本の本って圧倒的に安いんだよ世界的に見たら。だからなんだろうな要所アマゾンで買うと安いっていうのはよく聞くんだけどでも本自体の設定価格が全然違うんだよな。で日本は あのー、これね出版界の良心というのもあるんだけど再販制度っていうのもあるんだよ再販制度って俺らのデメリットになることがすごい知らされてるんだけどメリット自体としては本の値段が長い間で抑えられてるとそれは出版社が数限りなく本を使ってそして日本国民が知的好奇心があってどんどん本を買ってお金があったら余裕があったらまず本棚を置いてそしてそこの中に本を詰めようとで読んでない本があったらなんか本を詰めようと。 古本屋に売ってでも次の新しい本を買おうという知的な貪欲さっていうのを持ってたから出版界があったとこの本の流通が保証されてるからこそ単行本1冊が1,500円とかさ新書で800円とかあんな価格が可能なんだよあれだけのもの本当はそんな値段で売れるはずがないんだよ絶対に今の2倍ぐらいが適正価格なんだけどもでも電子書時代になるということは自由化が進んであるべきところに価格が落ち着くと思うんだ。 そうなると、電子書籍っていうのは多分1冊あたり300円から500円のところに落ち着くだろうな。で紙の単行本は情勢本っていわれるいわゆるこのなんかこういうハードカバーってやつだよねこのちゃんとしたカバーがついてるような本こういうふうな本は4,000円ぐらいだろうな。でソフトカバーっていうあの表紙とかがペナッと柔らかいやつな。 ああいうやつはうん1,000いやい落ち0 0 0円うんだよ。そういうデメリットがあると分かってるから俺は電子書籍に関しては何かねやったらやったで著者の得になるんだろうけども微妙だよなって思うのはそれやると間違いなく本は本来の値段に向かって上がっていくんだよ。 政府の助成金のおかげで、えー、米の値段が安くなっているのと同じように、なんか再販税とかそういうシステムのおかげで本の値段というのは不当に安くなっているから、その意味では国際競争力っていうのにさらされるとなんかヤバいかもわからないね。お、もう1時間20分経っちゃったな。そんな価格上がるかな。うん。上げなかったら売れる本しか作れなくなるな。 今の本っていうの今の今出版会ってさ初版ね3,500部ぐらいなんだよつまり3,500人が買ってくれると思ったら本って出るんだでそれでも売れない本がすごく多いアメリカでは「本は高いぞ」って書いてあるけどそ,その通りだよ俺あの自分の本がさ一回あの MIT の、えー、メディアラボから出版しようかって言われたことがあるんだオタク学入門っていう本を、えー、メディアラボの教授で えー、これすごい面白いから俺との共著っていう形にしてくれって言われたんだよ。ああまあメディアロボのやつらっていうのはさあの学者じゃないよね商売人だよね。で <laughs> だから俺あの今、えー、っとスーパープレゼンテーション NHK のスーパープレゼンテーションであのマサチューゼ、えー、ッツ工科大学のメディアロボはこういうふうな素晴らしいところですって言ってる時にそうだよね人の著作を共著って形でよほどするような頭のいいやつがいっぱい揃ってるよなとて思ってんだけどさ。 で、まあ、そのおっさんが言ったのが「俺との共著」って形にしてくれと。で岡田さんの本をうちの学生に翻訳して出させるって言うんだよ。すげえよねそいつだから何もしないんだよだって多分序文とか書くんだよ。<laughs> で日本のオタクはこうだってやって以後アメリカでなんだろうなオタクとか日本のアニメとかがあったら。 そのマサチューセッツ工科大学のメディアラボの教授がそういうふうな本を教調で出しただからそいつのところに取材がいっぱい来るし専門家になるっていうのが明らかに分かってて僕はまあこの話だけどそれでも、まあ、自分の本が出るんだったらいいかなと思ってやってたんだけども結局その話立ち消えになっちゃってさなんで立ち消えかってってやっぱ本の価格なんだよ。で、えー、メディアラボの教授が本を出すの場合でも、えーとね、その時に言ってた初版部数が2500から3000部ぐらいで。 で本の値段が、ね、8,000円とかね7,000円とか8,000円ぐらいってい言われたんだでなんでそんなに高いのといったらアメリカではキャンンペーンやらなないい。と本が売れないとだからどんな本であろうとも著者は絶対に書店を巡って、えー、サイン会やらなきゃいけないと,ということは出版社はそのサイン会のコストまで本の定価に上乗せするしかない。 なんかすげえよなと思ったんだけど多分日本の未来の姿はそこだと思うんだ日本の未来の姿は本一冊やるきに売る時に多分2500部から3000部でもいいから出そうその代わり本一冊の定価は5000円とか6000円になってでその代わり著者っていうのは全国何十箇所かのサイン会というのを義務付けられるっていうのが全部ワンセットになってくるとかアメリカの型の出版になっていくと思うんだよね。だから 日本であの成功してる人でエッセイとかさすごい売れてて海外で活躍してる人とかいるじゃん。そういう風うな人らが小説と違ってあのアメリカで翻訳が出ないっていうのは、そういう理由もあるんだよ。あの文学者が出るのは日本文学の研究家っていうのがいるんだから、あの日本の小説ってのは出るし、漫画ユーザーがいるんだけどさ、研究書とかあとなんだろう、うん、エッセイとかノンフィクションみたいなものが日本のものが海外で売れないっていうのはもちろんその知識の ジャンルが違うとか,さなんか興味の範囲が違うとか言葉の違いとかもあるんだけども日米のまず本の出にくさの違いだよな日本っていうのは本が出やすい。世界でも本当に一番うんと、ね、誰かが本出したいと思ったらそれが翌年ぐらいには出版として出るっていう可能性が一番高い国だからだから世界中で最もチャンスにあふれた国だよ。 だから、エンターテインメントとか,、あのー、なんかそういうところで例えばアメリカに行こうとかブロードウェイに行こうっていうのはあるかもわかんないんだけど実は本を書こうということに限って言えば日本が一番出版に関しては緩いっていうか、あのー、この値段で出してくれるすす。い国だと思います出版点数だけは多いいや出版点数だけは多いっていうのがすごいんだよだってアメリカってさ映画本数だけは多いじゃんこれ俺の持論なんだけどピラミッド理論って言ったんだけどさ底辺の広さが高さを決定するだから。 日本って出版点数がこんなに多くてクズみたいな本を山ほど出してるからすげえ面白い本が出てくるんで,でアメリカってさなんかねでたまにさいい本出てくるんだけどもそれはねなんだろうなあのー「ブッククラブ」っていう本をまとめて買う団体がいるからどんどんディテールの話になってるよな <laughs> まあいいや。 江戸の町がとんでもない本を出版してる国だ。そうだよね2億人って少ないのかうん2億人少ないねあの日本人が1億2,000万人か3,000万人いてアメリカって今2億2,000万ぐらいだろうでうんあの国では本を読む人と本を読まない人の差がはっきりしてるじゃん。ということは2億人の読者人口はいないわけなんだよ。日本人みたいにどんなおばさんでも例えばその素敵な奥さん読むとか雑誌読むとか なな、んだろうなゴシップ誌だったら読むみたいなものがアメリカには文字自体読まない人がもう大量にいるからさ一緒になんかできないんだよなだってある例えばキリスト教の宗派によ,よったらあの聖書以外の活字を読むこと自体はいけないしそれどころか聖書を活字で読む,読むのもいけないと。 そうじゃなくてえー、偉い人が言うのを聞くのが正しい聖書の解釈の仕方であって読むなんていうのは自分の解釈が入っちゃうからいけないっていうキリスト教の宗派だってあるぐらいだからさそんなに日本ほど読書とか活字読むというのが当たり前になってないんだよ。だから、スマートフォンが日日本本でこんなに急速普及したのは、日本人って、 スマートフォンですら活字を読むんじゃん僕ら <laughs> すぐ読むじゃんでもあいつら違うだろうなんかすぐ写真を撮ってインスタグラムにアップとかワオっていう映像をアップとか映像とか写真ばっかりがどんどん伸びてるんだけども日本人ってなぜか活字をすごい愛する国民だからだからその辺もあってえ電子出版どういうふうになるのかすごい興味があるけどねもうちょっとやってみる <はい S 1> もうちょっと <laughs>、えー スマホで2チャンネルすを読むって書いてあるんだけど <laughs> すごいねなんかちょっとだけ延長してみようかあのさ今のさこの電子書籍の話で思い出したんだけどもあのアマゾンのキンドルがもうすぐ発売されるよう日本語版ででそれと全然関係ないちょっと横の話なんだけども クラウドシティっっててあるるじゃん。あの俺や SNS ね。そこで真一郎さんという人がこの間日記で書いてたんだけども日立のマッサージ機の評価がアメリカアマゾンですごいっていうのがあったんで知らないだろ知らないだろアメリカのアマゾンに行って日立の、ね、マッサージ機を見てものすごいことになってるからでねえー、っと日立のマッサージ機えー、っとねどういうのかって言って日立マジックワンドマッサージャーっていうやつな。あの マジックワンドマッサージャーってやつなんだけども電化製品なんだよでもカテゴリーがヘルスパーソンケアの中のセクシャルウェルネスの中のアダルトトイの中のゲームスの中のセックストイの中のバイブレーターっていうすごいカテゴリー入っていてすごいよね一番最初ヘルスなんだけどもヘルスパーソンケアなんだけどその時セクシャルウェルネスアダルトトイズ。 <laughs> なってんで。もうそうそうそう。皆さんもご存知の通り、あの例のバイブとして使われてるんだけども、レビューがすごくてすごくてさ、いや、日本人ってそういう時のレビューって、いろいろ、 ぼやかして描いたりマッサージ機として描くんだけどももうすごいよワンサイヒッツァライトスポットって書いてるんだけど私はこれで私の中の右のスポットを刺激すると「あなたもやってみなさいすぐにどこかわかるから」って書いてて <laughs> それと私はすぐにオーガスムを得られたという <laughs> レビューがガン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 ぞっててめちゃくちゃおかしい <laughs>。 はいえー、日本のアマゾンではですね、この、えー、日立のマジックワンズは売ってないそうですけれどもですね、<laughs> ぜひ皆さん一点先、実際のレビューを <laughs> 読んでみてください。I will never ever be without one of these in my life. これなしの人生では考えられないとかですね、すごいことをみんなアマゾンのレビューでガンガン書いてる <laughs>。レビュー自体が18期になっちゃってるよね。 魔法のせいでそのアマの日立のマジックワンズっていうのはもちろん日立が作ってるんではないと思うよ純正品ではないと思うんだけどもえげつないアタッチメントと一緒に乗っててこれを買った人はこれも買ってますがえらいことになってるから<ー> <laughs> <laughs> 怖い怖い <laughs> なんか電子出版の話だから <laughs> ついアマゾンだったら <laughs> この話をしたくなっちゃったあとね えー、なんかねス田さんのところに来た不思議なメールがあって「37歳女性」ってやつで、えー、これあのメール自体が面白かったから全文読んでみるねなんとなく初代のウルトラマンを借りてみたんですがなんとなく初代のウルトラマンを借りてみたんですが37歳の女性が、えー、第1回でいきなり主人公はやた隊員が死んで実際、まあ、ウルトラマンだと戻ってくるんですが。 その死んだ時に対する他の隊員の態度の冷淡さを見て100%国防優先ってこういうことだよなとなんとなく納得しました当時はもっと日本は左巻きで暑苦しいかと思ったら意外でした「60年代とか70年代ってどういう感じですか?」っていうどういう感じですかって <laughs> この人はえ37歳の女性が「 何気なく初代ウルトラマンを借りたそうなんだけども。そしたら第1話で確かに三角ビートルという飛行機に乗ってる早田隊員があの怪獣をかけてるウルトラマンの赤い球にドーンとぶつかってガーンって死んじゃうんだよでその時に家督隊の同僚たちは「早田死んじまったか」みたいな感じで確かに冷たいんだよでこの女の人はきっとなんだろうな、あのー、軍隊優先とか国防優先の 世界っていうのはこんなふうに同僚が死んでも冷たいんだろうなっていうふうなことを書いてるんだけども30分しかないんですよ「ウルトラマン30分番組で」で30分番組でおまけに第1話言わなきゃいけないことがいっぱいあるんですよ。 なんでウルトラマンがウルルトトララママンンがと呼ばれるのかも、第1話ではやた,た隊員どこ行ってたんだお前生きてたのか」ってなう時に「いやウルトラマンに助けられたら誰みたいなことを言って「え、ウルトラマンそれは、うん、あの男のことだよ」とか「そうかウルトラマンか」とかみんな納得するシーンがあるんだけどこのやり取りでやっぱ1分ぐらい使うわけじゃん。でおまけになんか宇宙のンだから火の玉が飛んできてで家徳隊っていうのがあってでこんな装備があってでウルトラマンっていうのが宇宙人でで私は私は命を2つ2つ持ってきた持ってきた持ってきた <laughs> みたいなものも全部やらなきゃない。 いいけないから、もうそんなの時間がないから段取り段取りで飛ばすの。<laughs> ということで、えー、37歳の女性さん、えー、なんとなく借りてきた理由はあえて聞きませんが <laughs> そういう時代ではありませんでした <laughs> それは最終回確かに今のは命を2つ持ってきたら最終回だって、ね、<laughs> ごめんごめん正しくは皆さんウルトラマンを借りてみてくださいということで <laughs> えー、それではしばらく。 思想なき時代いやそんなひどいことを言わないでないし。<laughs> <laughs> この辺で終わろうかなと思うんですけどもえっ、ー、とコメントを読んで何か他に聞きたいことがあればと思いますが何か他にありますか次は8月だよ、うん、ええって書いてるけどだってそんなだってそんな1時間半番組だよそんな、えー、ポストイットはどうですかターン A あーアニメアニメエヴァ新作について。 そうエ新作ね、なんかねエスダさんから「なんでみんなあんなにエヴァ好きなんですか?」って聞かれて「俺に聞かれても困るよ」って言ったんだけども <laughs> エスダさんが言うには「エヴァ好きな人っていい加減ひどい目に遭ってるじゃないですか」ともう散々待たされてもういい加減大昔のテレビアニメが劇場版になるたびに中途半端な出来のものがこう何回か公開されて <laughs> で待って待って待ってやっと公開されたら何かとてもハッピーエンドとは言えないような。 なんかこう最後主人公が罵られるような最終回を迎えてで新しく作り直すって言ったらスケジュールも伸びて伸びて伸びてようやっと今年の秋だともう一体どんぐらい待たされるんだとでも日本人というかエヴァ好きの人は大喜びで「待ってましたエヴァンゲリオン9ついに公開だ!」と言って萌えに燃えてると「これ何ですか?」って聞かれて「何なんだろうねこれ。ド M です」。<laughs> やっぱそうなんだろうな。エヴァ好きの人ってドエムなの。<laughs> ものすごい向こうで首を縦に振っている、あの <laughs>。元、元早川書房編集者、玄土わん社員が <laughs>。元早川書房編集者、玄土わん社員は、日本の方が安すぎるときも。首が縦にちぎれるぐらい。<laughs> そうなんだ、そうなんだって <laughs> 言ってたんだけど。エヴァファンはドエムのきも。こいう <laughs> けど。 エヴァファンド M なんですか。日本のファンはド M です。ああ M ですな。飛鳥かきとか特に。ああ、そうなのかもわかんないな。ゼロゼロないも三十年待たし待ってないだろう俺たち。<laughs> 待ってないじゃんそんな。 <laughs> そんなに正直「0ない盛り上がってもないしさあ, <laughs> あなんか聞かれて早川翔って「トヨタアリチンと和解したの?」って聞かれてるけどあもう首縦に「もうなんかわかりません」って感じになってますね <laughs> 盛り上がってもないって <laughs> 言われちゃってるよねうん日本人って一旦ファンになると優しいいやそれはアメリカ人の方が優しいでしょ アメリカ人ってなんか子供の頃一,一回なんかバットマンとかバットマンだったらまだ分かるんだけども、グリーンランタンとかさなんかあの変なもののファンになったら一生優しいじゃんスター・トレックのコンベンションって行ったことある俺あるよすげえよなんかねスター・トレックの元のテレビシリーズに出てた俳優さんがゲストで来てサイン会してるんだけどそのゲストで来てる俳優さんがもう俺いい加減スター・トレック好きなんだけどなんか見覚えがないんだよ。で えと「恐怖のなんとか星人の会」とか「なんとか星の奴隷の会」のゲストで出ていって「このビキニを着ていたお姉さんです」とか「宇宙奴隷商人の役で出ていたこの太ったおじさんです」みたいなとんでもないじいさんとかばあさんが昔の写真をこう貼ってでなんかこうサイン会やっててでサインでもちろんお金取るんだけどさお金取るサインやってんだけどもそれにもう同じようなじいさんばあさんとかが孫の手へ連れてすごい嬉しそうにサインもらってるんだよ。 アメリカって優しいなって言ったらあのその時に俺言われたのが「アメリカ人って歴史がないからなんですよ」って言われたんだこれ真剣に言われたんだけどもどういうことかって聞いたら日本っていうのは例えば歴史があるとヨーロッパには歴史があるとだから歴史上にヒーローっていうのがいるつまり日本だったら坂本龍馬がいるだろうしその前は織田信長がいるだろうしその前は源頼朝がいるだろうって言ってどん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 遡っていったらそれはその人の歴史の知識はともかくとして あのなんだろうな歴史的なヒーローとかそういうふうなものがあるとでもアメリカは200年前には何にもないんだとでそこら辺を突き出すとインディアンとかなんかこうちょっとやばいことがあるからすごくなんだろうな自分たちの建国ヒーローというのかなその昔のヒーローというのを持ちにくい国民だと。でヨーロッパとかのヒーロー例えばアーサー王とかさあのとか。 ジャンヌ・ダルクっていってもやっぱそれはイギリスのものであったりフランスのものであったりするから自分たちのヒーローとしては言いにくいと。でだからこそアメリカ人っていうのは現代風俗文化っていうのかなそのアメリカの大衆文化というものにすごい誇りを持ってるしアメリカでその映画のアーカイブができたのも 例えばアメリカではさテレビで放映された番組っていうのはパブリックドメインであるという考え方がすごい流通してるんだ。だからアメリカではあのテレビ番組っていうのを録画したものっていうのが普通に売られたりするし、あと権利者があの言ってこない限りそういうのものを売っても実は違法にならないっていう場合がかなりあるんだよ。それはなんでかっていうと大衆文化自体がパブリックドメインである。それはなんでかと,いうと国民の財産であると。だって僕らには国土と大衆文化しかないんだっていう。 アメリカ人のそのなんだろうな歴史がないなりの自分たちのプライドとかあのり方根拠っていうふうなものをそこに見てるからだよねなんかものすごい大自然がある国土とあと自分たちがこの100年ぐらいで生み出した映画とかあと、まあ、マーク・トゥエインとかをはじめとするこの200年で生み出した 100, 100年ぐらいの映画文化と200年ぐらいの文学っていうふうなものにすごい誇り持ってるんだよ。 だから、アメリカ人っていうのは、その子供の頃好きだった。子供向けの文化でも、馬鹿にせずにおもちゃのコレクターっていうのがいるし。で、えー、スーパーヒーローとか、をいつまでたっても好きだっていうのは。日本みたいに歴史がないからなんですよというふうに、俺、20年ぐらい前に言われて、なるほどなと思ったんだよ。その時に思ったのが、二十年ぐらい前におったのが。でも、その日本人が歴史があるから、歴史上にヒーローがいるって言うのって、もう危ないよな。 ということは日本人もこれからひょっとしたら子どもの頃好きだったものをいつまでも好きであるで大衆文化っていうふうなものを自分たちのヒーローにする時代っていうのがやってくるんだろうなって思ったのがその20年ぐらい前だったで今見たらもうそういうふうな世の中になってんだよねちゃんとあの「エヴァンゲリオン」をいつまでたっても待ってくれるっていうのは実にアメリカ国民的な文化の在り方だから俺らは20年経ってアメリカ人になった。ということはどういうことかっていうと。 あの200年しか歴史がない国と同じように僕らは歴史といいううう視野、パースペクティブっていうのが失っってしまったんだろうね。その前の世代っていうのがどれぐらいあったか知らないんだけどもその前の世代だったら今俺らが生きている昭和その前の大正明治その前の江戸その前のっていうのは連続性がある程度自分の頭の中であったのが多分どんどん僕らは平成とか現在とか今今年の春とか夏とか 去年の大震災ぐらいまであるんだけどもその前どういうふうになってるのかとそれは俺に関係ないことっていうふうに考えるからこそ自分が実際に体験したエヴァに感動したとかさなんかが好きだったとか子供の頃これ集めたっていうふうなことを過剰に評価して歴史的なものに対して関わり合いが持てないような国民アメリカ人になりつつあるのかもわかんないこれをんかグローバルスタンダードというのかどうかわかんないけれども面白い時代になったなと思うな。 教育せんからな。いやいや、そんなこと言われても、ちゃんと教育はしてるよ。小学校とか中学校とか高校でも歴史を教えてるよ。ただ、その歴史というふうなものに対しての考え方とか関わり方が全然変わっちゃったっていうのが、まあ、あるんだろうな。俺だって、なんか自分で歴史上で尊敬できる人って言われたら、あんまり思いつかないけども、そういう人よりは、例えばスティーブ・ジョブズとかさ、あと、らえ・え栄じとかさ、あと、富野義之の方が俺全然語れるもんな。そういう意味では俺も、 アメリカ人になりつつあるんだと思います。えー、今の年齢になって、どう変わりましたか。まあ、誕生日から始まった話だから、誕生日で終わろうか。<laughs> そうっすね。五十四歳になったら、そこら辺の歴史的な。変わらないんじゃないの、もう、そうだよね。だって。 大河ドラマは俺見ないもんな、大体その関係ねえとか思ってるし時代劇なんて年寄りの見るもんだって思ってるから <laughs> ひどいね <laughs> 54人までって年寄りの見るもんだって <laughs> 自分はいくつのつもりなんだって思うけど、ね、<laughs> うんみんなねあのなんだろうな年取ることをどういうふうに考えているのかわかんない今、この番組見てる人は、 多分前もアンケートを取ったんだけども10代後半から40代半ばぐらいの人が多いんだ。でそれらの人々にとって年を取るとかさ二十歳になっちゃう30になっちゃう40になっちゃうっていうのは見え方違うと思うんだけども俺,俺自身の感覚で言うと年を取取れば取るるるる。ほど自由度は上ががいうううにに思うよ。よ本能による縛りが少なくなくこれは言い換えればエネルギーがなくなるとも言えるし。 なんだろうな何が何でもやらなきゃみたいなものもなくなるしハングリーさもなくなくるんだよ。悪く言えばそういうことつまり勝間和代みたいな <laughs> 勝間和代さんこういう時に例に出してすまんな <laughs> あの人生ポジティブに生きていてガッツで這いのぼっていって作クしようぜっていうような考え方からすると多分年を取るというのは悪いことかもわかんないんだけども俺はなんかそういうふうなものを何だろうね例えば俺,俺の中では。 本来食べてはいけないのに僕の中の食欲がケーキとかハンバーガーとか食べさせて太らせるっていうのがあるじゃんそうなると自分の中の欲求とか欲望っていうのも僕のにとっての味方とは限らないんだで同じように自分の中のハングリーさとかさあとなんかでも寂しいから人とつながりたいとかさあとなんだろうみんなに分かってほしいっていう若さゆえの叫びみたいなものもあるじゃんそれが自分自身の味方とは実は限らないんだよな,なんかそれを満足させることが人生の 勝利であり頂点であるというふうについつい考えるかもわかんないんだけど俺54歳になったら考えるのはそういう欲求は確かにあるはあるんだけどもまあそれが自分の味方であるとは限らないし自分を損させる場合もあるしなんだろうなやっぱり食生活でのバランスと同じようにそういう心理的とか気持ち的な欲求っていうふうなものもバランスのものだなっていうふうに考えられるようになったというのが、まあ、34歳の。 えー、今日の私であります。画面今日暗いね。なんかなんでだろうな。なんか今日は俺の最後の話みたいになっちゃってるけども、<laughs> えー、大丈夫ですよ。健康ですから。<laughs> はい、お誕生日ムーブだな。老 <laughs> <あ>ソクに。お誕生日があったからこの老ソクを見せるために今日今回画面はあの暗いそうです。<laughs> はい <laughs>、えー。というわけで五十四歳の、えー、誕生日のですねケーキで始まった番組もこれで終わりでございます。えー、ではまた来月ですね八月のいつだろう。 お兄さん、8月の6日にです、ね、吉祥寺のです、ねえー、事務所からお送りします。えー、次回はは、ね、多分、今見てて、ててて、いいる人人ののうちの何かかを招待して招待待しと言っっも電車は自腹でで。すら来たただ終わった後で まあこういう風な番組があった後は、最近感想感想感想って言って、一人ごと言わされて、あーって言って上がってて、いかに俺が喋ってることがものすごいことかっていうのを皆さんに分かっていただけると。<laughs> <laughs> そんな感じの番組にしたいと思います。はい、楽しかったです。はい、えー、おめでとうと言われました。ありがとうございます。えー、幸せな54歳になりました。これからも1年よろしくお願いします。じゃあまた来月。バイバイ。